次はヘロマチカヌラ保存会。いや、ヘロマチってどこにあるのかということなんですが、皆様から向かって右側の方を東とします。久慈市があります。左手の方、西側の方に二戸市があります。ちょうど久慈市と二戸市を一直線にした真ん中山、この辺りに、ヘロマチという、まあ、地域がございますが、釣りが好きな方は渓流釣りで、まあ、久慈渓流有名ですので、まあ、そこのちょうど上流あたりがヘロマチということになります。まあ、ヘロマチはもともと旧山形村、まあ、山形村ですね、行政区画になってるんですが、山形村は平成18年に町村合併で、久慈市山形町になりました。昭和13年の山形町史という本があるんですけれども、まあ、それでちょっとヘロカムラについてですね、調べてみたところ、今でこそヘロカムラと呼んでますけれども、もともとはヘロ町の南の方にありますニカルベというところに雷村という地域があります。そこが中心であったと言われています。まあ、それが戦後一時衰退して、昭和40年頃になりまして、近くの久野江村の、まあ、これ有名なとこですけれども、江差鹿神楽、この江差鹿神楽から習って、まあ、ヘロ町でも盛んになったと言われています。ところが、まあ、高度経済成長期になりまして、男性の働き盛りの手がですね、出稼ぎで、まあ、不足してしまって、女性たちが中心の神楽になりました。まあ、平成以降、高齢化がすごい進んでしまいまして、大人の舞い手が減少したために、今度は地域の子どもたちに広げようということで、教育活動の一環として練習するようになったそうです。で、ヘロマチ小学校、ここで、まあ、子どもたちに神楽が平成5年から始まったということです。ところがここもですね、平成24年に平成24年3月にヘロマチ小学校がニカルベ小学校と、まあ、一緒になって、まあ、少子化によってですね、そして山形小学校に統合されてしまいました。で、ヘロマチ小学校がなくなってしまったんです。まあ、それでもヘロマチ小学校に勤務していた、今日お林の方で一番左側で笛を吹く方なんですが、上山徹先生がこのヘロマチ神楽保存会の事務局になりまして、子どもたちに、まあ、そのまま指導したということで今日に至ってます。まあ、現在は会員11名ということだそうです。ヘロマチ神楽は演目が10以上あるんですけれども、今日は皆さんのプログラムにあります3演目披露いたします。最初の舞は式舞の三番奏です。1の舞、2の舞、3の舞と3部に分かれておりまして、まあ、会場、新築会場、家を建てたりですね、そういう新築会場を祝ったり、五穀豊穣を、まあ、祝ったりする、とてもおめでたい舞だということです。まあ、先ほど、新山神社神楽で三番奏を演じてますけれども、全くこちらは違います。まあ、見比べて見ていただければよろしいかと思います。では、三番奏を演じるのは、ヘロマチ神楽保存会会長の長坂裕太さんです。それではよろしくお願いします。せぬなるは滝の水、鶴と亀の戯れ花、
すると亀の戯れ花、幸い幸いめでたさんよ。はっ。
荒れ舞の風昇荒神となります。風昇荒神というのは、高間原天ですね、天の高間原からやってきた、神様で、地上の悪疫退散、また死難即滅を、まあ、その様子を演じた舞なんですけれども、片足で大きく大地を踏みます。まあ、これが悪霊をこう沈めるというこういう舞なんですね。で、特にあの広町の風昇荒神はお面かぶってますけれども、そのお面が真っ黒く牙を生やして、目をギョロッとした面ですので、それも見ていただきたいと思います。で、一つだけあの見どころを紹介しますと、風昇荒神は3つの所作に分かれてます。最初はあの面をつけて、舞手が陰を結びながら、陰というのは臨氷投射一貫、こういうふうなあの陰を結んでですね、大きく足踏みをします。それを変舞と呼んでます。で、二つ目の舞、二舞目、まあ二つ目の所作は、面を今度は床に置いて、剣を抜いて両手で持って、まあ、前後左右に振りながら大きく振り回します。で、最後にはその剣を床に置いて、右手に持った扇で持って扇子で大きく振り回して舞を踊ります。まあ、本来は風昇荒神はあの荒れ舞ですので、舞手が一人で舞うんですけれども、今回は、久保睦美さんと山形小学校5年生の中村真君の2人で舞います。それでは風昇荒神よろしくお願いします。よー、風昇荒神はな、風昇荒神はな、はいやーさーさー、はいやーさーさー、はっ。
盆舞となります。盆舞は癖舞といって曲芸のような舞です。この舞は過去のビデオ映像をもとにして平成28年から2年かけて、復活させた、舞です。初めてこう再現したのが平成30年久慈市山形町の文化祭で、披露しました。両手に1枚ずつお盆を乗せて、それがそのお盆が落ちないようにこう舞うユニークな曲芸のような舞です。一昨年からコロナの影響で思うように練習ができないで、お披露目は11ヶ月ぶりということだそうです。盆舞を演じるのは久保司さんです。よろしくお願いします。盆を初めて拝むには盆を初めて拝むには若葉の松ほどめでたけれ若葉の松ほどめでたけれ